明けましておめでとうございます。いきまいプラス丹羽光代です。2022年を迎えました。今年最初のいきまいプラスは新春特別番組として視聴対談をお送りします。今年4月に市政40周年を迎える蟹市、その節目の年を迎え富田市長にお話を伺います。富田市長、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。40周年となる2022年は特別な年となりますね。そうですね。昭和57年に、全国で650番目、岐阜県で14番目の市ということで蟹市が誕生したんですね。先輩の皆さんや市民の皆さん の大変な、ね、ご尽力のおかげということでとても感謝しています。ありがとうございます。蟹市は急激な人口増加に支えられ成長してきたイメージですが、市の人口はこの40年間でどのように変化したんでしょうか。市になったね、昭和57年、この時は約6万人の人口だったんですね。それが平成17年ですね、住民基本台帳上10万人を超えたということで、そして現在も10万人を維持してるんですね。全国的には多くの自治体で人口減少する中で蟹市は人口を維持しているんですね。そうですね、一言で言うと非常に暮らしやすい、生活しやすい町ということで多くの方が住んでいただいてるんですね。でももう日本中がね、人口減少、そして少子化、高齢化ということで蟹市もね、いつかは人口減に転じてしまうことが予想されてるんですね。それでも市民の皆さんと一緒にね、できるだけ人口減を抑えるようなね、そういう取り組みをしていかなきゃいけないと思いますね。人口10万人都市として、記念すべき市政40周年の年をどのような年にしたいとお考えですか。コロナもあったりね、して派手なことはできないんですけども、記念式典とかね、そういう大きな行事的なことではなくてね、1年間を市民の皆さんと一緒に40周年っていうのを、お祝いする、いろんな皆さんにお礼をする、そんな年にしたいと思うんですね。それでは現在決まっている40周年記念事業の内容を教えてください。主にね、2つの、プロジェクトをね、今考えてるんですけども、まず最初にハッシュタグ蟹市40プロジェクトということで、ハッシュタグ蟹市40、10年後につなげよう市民の笑顔と、10年後を意識してハッシュタグ蟹市40という言葉をね、行政はもちろんですけども、事業者やいろんな団体や個人の方がね、に使ってもらってね、現実の世界もネットの世界でもハッシュタグ蟹市40という言葉があふれるようなね、そんな1年だったら嬉しいなと思います。ハッシュタグ蟹市40をあふれさせるということですが、具体的なイメージはどういったことなんでしょうか。例えば市ですとね、広報とか市のホームページとか SNS とかね、そういうのに、ハッシュタグ蟹市40という言葉をね、いっぱい入れていくとか、企業や団体の皆さんもね、のぼりを立てたりね、SNS を出したりね、するときにね、使ってもらうとか、商品名にね、お店で、パッケージに書いてもらうとか、特に、市民の皆さんがね、蟹市のいいところや美味しい食べ物やそんなものを SNS に出してくれるじゃないですか。そういう時にハッシュタグ蟹市40というのを書いてもらってね、ハッシュタグ蟹市40というのがいっぱい出てるということがね、なると嬉しいなと思いますね。なるほど、さまざまなことができそうですよね。それぞれの主体が単体で行うだけでなく、
連携して何かできそうですよね。そうなんですね。市民の皆さんの間を取り持つね、つなぎ役にねなってほしいと思うんですね。ハッシュタグカニシ40を通じて、あ、こんなことをしている団体があるのかと、ちょっと私も参加しようとか、そういったつながりがね、この40周年の年に増えていくとね、とても素敵だと思うんですね。また新しいね、つながりができる、そんな道具にね、なってくれるといいと思いますね。ハッシュタグカニシ40が市全体のムーブメントとなって、みんなでお祝いしてくれるといいですよね。そうですね。もうすでにね、いくつかの事業所さんが40周年を記念したね、特別のイベントを考えていただいているという情報も入ってますので、とても嬉しいですね。それは楽しみですね。一緒に盛り上げたいですね。では次に2つ目の事業について教えてください。はい、2つ目は、40% プレミアム付き K マネー発行事業ということで、1万4000円の K マネーを1万円で発行すると、4000円がプレミアムになるわけですね。それを市民10万人分と、総事業が14億円の K マネー発行事業になるわけです。40周年なんでちょっと安易ではあるんですけど、40% ということにしたんですね。今まで K マネーはプレミアムがついてもね、20% だったんで、そういう意味では過去最高の破格のプレミアム率ということなんですね。前回のプレミアム率 20% の K マネーは1人5万円まで購入できましたよね。今回はどうなんでしょうか。今回は1人1万円、1万4000円分ということで、1万円までということにしたいと思ってます。今回1人1万円というのはどうしてなんですか。皆さんにできるだけ多く参加してほしいということで、10万人分発行するということと、もう一つ金額を大きくするとどうしても多額な商品の方に行ってしまうんですね。で、今回コロナなんかもあって、できるだけ中小零細の商店の皆さん、そういうところでも身近なお店でできるだけ使ってもらいたいということで、金額を抑えて、広く薄くたくさん使ってほしいということで1万円ということにさせていただきました。なるほど、そうなんですね。一人でも多くの人にプレミアム付き K マネーを利用していただきたいですね。そうですね。カニ市民の暮らしをちょっと応援する、からお店、地域経済もちょっと応援するということで、カニ市の経済の活性化にもね、役に立ててほしいですね。その他に40周年に関連する事業があれば教えてください。はい、市政をね、支えて、くださった団体や個人の方に市政40周年、特別表彰というのをね、差し上げたいなと、感謝の気持ちを込めてと思ってます。蟹市では毎年11月3日に功労者表彰式を行っていると思いますが、それとは別に特別表彰式を行うんですか。そうですね。功労者表彰を受けられた方の中から、今回は特にね、蟹市政発展に功績を挙げていただいた方を特別表彰ということで表彰させていただくと、そういうことですね。ところで市長、はい、胸にロゴマークの入ったジャンパーを着てらっしゃいますよね。実はこれ今回のね、市政40周年のロゴマークということで、蟹市のね、市章ですね、をモチーフにしたロゴマークで、シンプルなね、マークなんですけど、蟹市の若手職員の方が作ってくれて、ローマ字なんですけどね、住み心地一番蟹ギグジャパンと、住み心地一番を目指す蟹市のね、目指す姿がね、ここに書いてあるというロゴマークですね。はい、市民や事業者の人もこのロゴマークを使用することができますか。ぜひね、多くの方に使っていただきたいということで、蟹市の公式ホームページ、ここからこのロゴマークをね、取ることができるんで、
団体、事業者、そして市民の皆さんね、もう好きなように加工してもらって結構なんで、いろんな場面でね、応援に使ってほしいと。例えば蟹市政40周年記念してね、40まんじゅうとかね、いいですね、そこのまんじゅうにこういうのを焼き印してもらうとか、なんかいろいろと楽しんでね、使っていただきたいと思いますね。いよいよ市政40周年に向けて PR が始まりますね。私だけじゃなくてね、職員もみんなでこのジャンパーを着てね、先ほども申し上げたように蟹市の発行物とか上りとかにもね、こういうロゴマークを入れたり、市政40周年を大いに PR したいと思いますね。ぜひ、市民みんなで盛り上げていただきたいと思います。市政40周年事業について話を伺ってきましたが、最後に市民の皆さんに向けたメッセージをお願いします。はい、蟹市は長い歴史の中でね、発展していて、そして40年前に市になったということですね。それまで多くの先人や市民の皆さん、事業者、団体の皆さんが努力を積み重ねてきていただいた結果なんで、この40周年を機にそういったことを振り返って、そして大事なことはさらにね、次の50周年につながっていくと、今までの蟹市の魅力にさらに新しい魅力を市民みんなで付け加えていく、そのスタートの年がこの40周年ということだと思うんですね。ぜひ皆さん一緒になって、これからも蟹市を盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。今年4月に市政40周年を迎えるにあたり、富田市長にお話を伺ってきました。市ではハッシュタグ蟹市40プロジェクト事業や 40% プレミアム付き K マネー発行事業などを行います。できるだけ多くの市民、関係団体、事業者の皆さんに関わっていただくことで、次の50周年に向け、今後の市の活力ある未来の創造につながるような年にしたいと市では考えています。皆さんもぜひご参加ください。富田市長、今日はありがとうございました。ありがとうございました。